こんにちはひかりです。今回はこちらですね。ババーン。クレヨンしんちゃんフレンズっていう食玩が出てるんですけど、それをね、また3つ買ってきたので紹介したいと思います。まあ、まだっていうのは、まあ、以前の動画見てもらえばわかるんだけど、前にね、1個だけ買ってみたんですよ。お尻出してる、判決出してるしんちゃん。これね、食玩なんだけど、割と大きいサイズのソフビ人形なんですよね、クレヨンしんちゃんの。これがなかなかいいんですよ。サイズも大きくて、 ちゃんとした素振りなんだよね。だからいいですね。まあ、ワンパーツではあるんだけど、指人形よりも、もう一回りも二回りも大きいっていう感じかな。ほんでね、ラインナップがね、一応、まあ、こんな感じのパッケージになってるんだけど、はい。1個300円です。約、約ね。こんな感じで、1番しんちゃんパジャマで、2番のしんちゃんお尻がさっきのこれで、でひまわり、ブリブリ、ワニヤマ、ネンネウサギ、しんちゃん落書き、白ね。 ま、これ前も言ったんだけど、やっぱこの辺の、今回買ったこの、やっぱ4つが、おすすめになってくるかなと思います。じゃ、しんちゃん落書き見ていきましょう。これいいのはね、中身がわかるんですよ。しかも300円の割に大きいし、ガチャと違って何が入ってるかわかるから、かなりお買い得な遊びだと思います。遊びっていうかおもちゃだと思いますよ。これね、シリーズで続いてほしいんだよね。だから、買ったっていうのもあって。よいしょ。 なんか糸みたいなのが出てる。ほら、箱,箱,箱から糸みたいなのが出てる。何これあ、のりが溶けたんだ。はい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 。あ、おっとこれ、ハサミが必要なパターンだ。前回も言ってたな。ハサミ忘れたんで、ちょっと今回、手元で手で破りました。で、えっと、ガムね。美味しいんだけど、味がすぐなくなるガムですね。で、ババン。おお、かわいいクレヨンを持って落書きしたしんちゃん。顔が結構。 一生懸命な感じ。ちょっと平べったくないあ、こんなもんなのかななんか、平べったい感じするけど、気のせいかな潰れたんじゃないこれ。違うかなまあ、箱に入ってるから潰れることはないと思うんだけど。若干平べったい感じがするな。落書きしんちゃん。いい感じだね。歪んでるうん、ふん、ふん、ふん。あれなんか、なんか平べったいな、これ。あれ この絵と違って平べったいってことはこの子だけ潰れたのかもしんない。もしかしたら。これと比べるとなんか平べったい感じがすんだよな。ほら。まあ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 。ちょっとこれはノーコメントでいきましょう。えー、次。これね。これはパジャ、しんちゃんパジャマってやつかな。うそー。このままね、手元で開けていきます。 手元で開けないとねカメラに当たっちゃったりするからね結構ねこれ伸びるんだわあ、はい出たでガ,ムもガムも出さなきゃガムガム Amazon でまと,まとめ買いもできるんで説明欄に貼っとくんで、まあ、近所で売ってないよって人などはね是非ね Amazon からどうぞって感じで下に貼っときますねババンしんちゃんパジャマいいじゃんこの感じあるよね 何しんちゃんのさ、パパとママ、まあ、ミサエと、ヒロシが、なんか夜、夜中テレビとか勝手に見てるときに、こう、起き出して、ああ、しんのすけ何起きてんのみたいな。この感じ。あ、これあるな、なんか。本編でもこれは出てくる。これはね、正直本編に出てこないんだけど、これは出てくるね。この感じも出てくるね。この感じは本編に出てこないから、その意味、そういう意味ではこっちの方がおすすめかもしれない。 このパジャマいつも着てるもんね。なぜか枕持ってで起きてくるときあるもんね。すでにはこういう穴が開いてる感じですかね。まあ作る都合上できちゃう穴ってやつかな。いいね。なんか後ろにドラえもんもいてなんかテレ朝感がすごいね。ラスト、ねねちゃんのウサギですね。このラインナップでよく入ってきたなって感じ。まあでもそっか。よし。いいね。 感じでちょっとこれね開けるときにポ,ポーって開けなきゃいけないからね結構パワーが要るんですよねえちゃんのうさぎでしょでガム出さなきゃガム忘れないように出さないとね意外と美味しかったりするんだよでも味がほんとすぐなくなっちゃうんですよこのガム出た出たーなんだけど予想通りの普通な感じうん特に、うん、まあまあこんな感じなんだろうなって感じかな ただこう、よよく見るとサイズがやっぱ大大ききいいいいから、いいですね。大きいんだよな。白とかが多分ちっちゃいんじゃないかなっていう予想なんですよ僕の予想これがだから買わなかったんだけどこれ白もまあでも白もあんま大きくてもねバランスがおかしくなっちゃおかしくなっちゃうんだけどヒマワリとかもねまあお買い得感で言ったらやっぱここら辺なのかなって感じうん やっぱこの4体が僕の中で今回のこのクレヨンしんちゃんフレンズの中ではおすすめかな。かわいいね。大きいでしょ。普通の指人形サイズだとここにいるミニオンとかは割と普通の指人形サイズなんだけど全然サイズ違うもんね。一回り、一回りか。一回り大きいって感じで思ってもらえばいいかな。いいね。よし。 こんな感じで、だいぶ揃ったわ。こんだけ揃えば満足だな。だ、このしんちゃんが若干潰れてる感じするんだけど、機能性が治るかな、徐々に。なんかね、潰れてないのかな微妙に潰れてる気がするんだけど。わ、でも、いい、いい、いい。あー、でも、全部並べてみると、これおすすめかなこのパジャマしんちゃん。意外といい。全部じゃないけど、見たの。 まあ、ワニヤマさんが好きとか、ブリブリザイモン好きとかいう人はもう、ね、これ辺買えばいいと思うんだけど、まあ、好きなキャラがいればね、別だけど、まあ、どれか一つね、クレヨンしんちゃんは好きだけど、どれ買おうか悩んでる。でも300円か、1個しか買えないなって人は、これちょっといいかなと思うけどね。うん。まあ、270円プラス税で300円ぐらいかなって感じ。うん。かわいいな。 ガムが付いてるんで、食玩コーナーだったりとか、あと、しばらく経ったら割引コーナーに行くかな行くとこもあるだろうけどね。まあ、割引ばっか買っちゃうとさ、どうしても食玩が廃れちゃうから、これは続編出してほしいですね。はい。ちょっとおすすめの、えー、食玩装備になっております。皆さんもぜひね、えー、気になった人はね、店頭をったりとか、下のアマゾンリンクとかからね、見ていただけると助かります。ということで今回はいずれしかこの動画良かったなと思っていただけた方はね、 ぜひ、評価ボタンを押していってください。それではまた、バイバイ。